はい、今日は2019年4月、あ、すいません、5月2日ですね。今上海に来ています。ここはあの上海の、何ですか、ワールド、なんだっけな、ワールドエキシビションセンター、いやもっと長かったんですよね。ワールドコンベンションエキシビションセンターだったかな、なんかそういう名前ですね。まあ、とにかくあのエキシビションセンターなんですけども、ワールドドッグショーが開催されています。ですね、あ、 OK、 こっちから入ってくださいって言われましたね。その何ですか、まあ、入り口こんな感じになってますね。ワールド、なんだっけな、ワールドコンベンションエキシビションセンターだったかな、なんかそんな名前だったんですよね。それでものすごく巨大な何か、これは建物ですよ。上海エキスポ、まあ、略して上海エキスポなんでしょうけど、すごい大きなところですね。ものすごくその巨大な、もう本当にものすごく巨大なんですよ、この建物が。だからやっぱりその中国は人口が多いので、まあ、建物の巨大ですよね。昨日までちょっと雨が少し降ったり曇ったりしてたんですけども、今日は晴れてますね。こんな感じです。すごい建物がものすごく大きいですよ、上海の建物は。この正面のこの建物もすごい大きいですね。まあ、東京ももちろん大きいですけどね、建物は。まあ、人口が多いところの都市の建物っていうのはやっぱり大きいですよね。これがそのメインの2019年のワールドドッグショーの、これはなんていうんでしょう、告知の看板といいますか。4月30日から5月3日って書いてありますよね。もう人がひっきりなしに入ってきているので、人が入っていないこれだけを撮ろうとしているんですが、もうちょっと撮れないですね。行きます。じゃあちょっと会場の中に入りますね。昨日僕初めて来たんですけども、昨日はもう午後3時ぐらいだったので、そうですね、もう人がすごい少なかったんですよね。見てください、この建物すごい大きいですよね。すごい大きいですよ。あそこの人たち、その人が今入り口から入っている人たちの、体の大きさと比べると、この建物の大きさが分かると思うんですが、ものすごく巨大な建物ですね、これ。向こうまであります。ここにその会場の様子とかスケジュールが書いてありますが、中国語なのでよく分かりませんね。
昨日初めて来たんですけど、ジャッジが地下で行われてたんですよね。まあ、今からちょっと入ってみます。今朝の10時ぐらいですかね。今日は早めにホテルを出てきました。それでは今から入りますので、これ荷物のチェックがあるので、ちょっとビデオ一回止めます。で、中に入ってからまた撮り始めます。それでは失礼します。はい、今中に入ってきました。そこ入り口なんですね。で、こっちからなんかこんな感じで中に入るとこういう風なのがあります。こういう風なのがありますというか、まあその何ですかね、すいません、ちょっとね、昨日ちょっと風邪をひいたわけじゃないんですが、ちょっと風邪気味っていうか、喉がちょっとイガイガするんですね。すみません。ドッグフードとかそのペットメーカーのお店とか、まあそのメーカーのそのブースがたくさんありますよね。これはもうどこのドッグショーも全部すべて同じです。まあ皆さんご存知だと思いますが、そのもうこれは本当大きなドッグショーはすべて同じですよね。会場に入ると必ずこれが一番最初にありますので。というかもう今ジャッジがもう始まってるので、本当僕行かなきゃいけないんですけど、まあ最初まだ会場に入ったばっかりなので、今ちょっとここをしばらく撮ってからジャッジのリングの方に行こうと思っています。まあ10分か20分かちょっと撮ります。で、そうですね、そのまあなんていうか、そのワールドドッグショーだけあってと言いますか、そのまあワールドドッグショーですからね、中国で開催されてますが、そのなんて言うんでしょう、4月のジャパン、4月末、4月だっけな、あそう4月ですね、ジャパンインターよりはちょっと大きいですね、このお店の数とか大きさが、規模が。もう嫌だ。いや、何が嫌だって言ったかというと、すいません、今入りましたよね、嫌だって言ったのが。なんかね、中国の人はね、そのなんていうんでしょうね、ぶつかったりとか、歩いててぶつかったりとかしても全然なんかその何も気に留めないと言いますか、もう全然知らん顔してるんですよ。だからそれがちょっと嫌だなって。それがその普通の道路とかそういったところでもそうなんですね。そのなんかどこでもそうなんです。だからそれがちょっと嫌だなと思って今嫌だって言ってしまったんですけど、まあその周囲のことを気にしないで、そのまあ我が道を行くという意味ではむしろいいのかもしれませんが、まあ日本人があまりにも周りの人の目とか、まあ目というよりかそのみんなに迷惑をかけないようにとかいうことを日本人は考えるからなのかもしれませんね。これグルーミングのなんかこれは競技なんでしょうね。ボロニーズが出てますけれども、そのあとはトイプードルとか、日本の方もっていうか日本からもこれ参加できるのかな、これ中国の人だけなんでしょうかね。CKU って書いてありますか、あれチャイニーズなんですよね、チャイニーズケンネルユニオンなのかな。これだから中国のそのグルーミングのそのなんていうか、まあテストって書いてありますけど、まあテスト、まあテストなのかもしれないですね。そしてそのだから今日まあ、どうなんでしょう、競技
でもあるんだと思いますけどね、誰が一番うまくできたかということは多分競うんじゃないかなと思いますが、まあ、テストって書いてありますね。まあ、ですから、まあ、いわゆるこういうその犬のグッズですよね、こういうところ、こういうものはもう全てのドッグショーにありますね。ただそのなんていうかな、毎年行われているその、あ、びっくりした、これ本物の犬かと思ったら本物の犬じゃないですね。毎年行われているその、あの、何ですか、ワールドドッグショーのその、あ、毎年行われているワールドドッグショーって、あの、多くの場合というか今まではほとんどというか、ヨーロッパで行われてたんですよね、ワールドドッグショーは。だからそのヨーロッパの国で行われることが多かったので、あの、もっと人もものすごく多いし、その、なんですかね、この、このお店というかブースのメーカーの数とかも多いんじゃないかなと思うんですが、でも結構、まあ、まあ広い広範囲にそのこういうそのお店が広がってはいますね、確かに。ただそのもうクラフトなんかと比べたらもう全然小さいですね。だからワールドドッグショーどこだったかなと思って今思い出してたんですけど、ここがベストインショーの会場なんですよ。でここは最初にあの、VIP って書いてあるチケットを買わないと、入れないんですよ。なんで VIP って、なんかね、VIP っていうその VIP というその単語が結構ね使われますよ。なんかちょっと笑っちゃう感じしますけどね、VIP って書いてあると。シドニーでもこの間、先月というか、先月ですね、4月シドニーに行ってきましたけど、その時にあれちょっと待ってください、なんて書いてあるのかな、これがVIP のチケット今日は買ってません。明日だけ入ろうと思って、ベストインショーのショーに明日入ろうと思ったので今日は買ってないんですよね。でとにかくそのなんですか、そうシドニーに行った時もなんかうるさいちょっと離れよう、あの、何でしたっけ、ですね、そのあのシドニーでチャイニーズタウン、あの、何ですか、なんて言うんでしたっけチャイナタウンだ、そう、チャイナタウン、チャイナタウンがあるわけですよ、シドニーにも。っていうかもうどこの国にいてもチャイナタウンはありますけど、もう大きな都市は全ての都市と言っていいぐらいチャイナタウンがありますね。でそのチャイナタウンに行く、そうシドニーのチャイナタウンに行くとなんかね、すごいそのVIPラウンジとかいう書いてあるお店がたくさんあったんですよ。だからなんかちょっと笑っちゃうなと思ってたんですけど、ここの、あのワールドドッグショーの会場にも、ちょっと覗いてみましょうか。ワールドドッグショーの会場でもなんかVIPって書いてありますねなんか特別な扱いを受けられるみたいな、VIP休憩区って書いてあります。ほらVIPだけが休憩できる場所なんでしょうかねVIPラウンジVIP ラウンジだ、VIP ラウンジ&ワールドドッグショープレス、プレスルーム、VIP休憩区って書いてありますよ。
なんかちょっと笑っちゃいますよね、こんな感じが。あ、これマドリードですね。来年のワールドドッグショーマドリードであります。これはちょっと楽しみですよね。スペインはやっぱりねちょっと特別ですよね。スペインという国は、あら落ちちまった。あの中国の場合はそのあんまりビデオを撮ったりとか写真を撮ったりとかするしているとそれだけでなんかスパイ容疑とか言って逮捕される場合があるので、まあここはねさすがにドッグショー会場の中ですからそのスパイ容疑とかいうことはないんでしょうけど、街中でとちょっとね写真とか動画撮るときはすごい注意しなきゃいけないんですよ。あれなんだろうこの犬、何この犬、 Do not touch って書いてありますね。あれこれなんだろうこの犬。あれなんだろうね。ハロー、ハロー。中国の人もタトゥー入れてますね。これ黒だけじゃなくて白もいますね。今その人に聞こうと思ったんですけど、なんか誰かと話をされているのでちょっと聞けなかったんですが、何の犬種なのか聞きたいですよね。Excuse me. Yeah. What kind of breed is this? Shasu. Shasu. Yeah. Shasu is Presley. Shasu is a Presley. So we call it Shasu. This is a Chinese dog, something? Yeah, yeah. Oh, really? We use this dog for hunt. What? Hunting dog. Oh, really? Yeah. Oh, okay. Thank you very much. Okay. Shasu, って言いましたね。なんかその猟犬だそうですね。なんか毛がねちょっとね長い部分とそうじゃない、うーん、なんか初めて見ましたね。シャスーって言ってましたね。うーん、初めて見ました。This is Chuandong Hao. Chuandong Hao. Oh, yes, yes, I know that. Yeah, okay. Yeah. How old is he? That's mine. I don't know what you don't know. Age. Ah, you don't know age. This is 4 months. Okay, oh, 4 months. Get on my car. Okay, thank you very much. Yeah. We only have a Chuandong Hao. This is other guys. This dog is other guys. Oh, okay.ちょっと一回止めますね、話してるから。はい、再開し始めました。ね、なんかもらいました小冊子を。で、名刺を持ってきて、名刺をくれたので僕も名刺あげようと思ったら持ってきてませんでした、忘れてました、取り替えらなきゃいけない。あれ、これがこれがあれの、あれこっちがあれなのかな。Excuse me, sorry. That is the other dog of this. Yeah, yeah, yeah. Same dog. That's the same that one. And that other dog. No. It's town dog. Town dog. So other kind breeds.Yeah. Okay. So this town. This is Xiaxi. Okay. From Guizhou. Okay. This is from Fujian. Fujian. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. Yeah. 違うブリードだって言ってます。違う犬種だって言ってますね。なんかちょっとテンパったような名刺ですけど。あっちにあるあのさっきのあの犬たちのその成犬がこれなのかなと思ったんです。これとあっちのあの黒い
あれはこれは聖剣なのかなと思ったんですが、これは聖剣じゃないみたいですね。これはなんか違う犬種だって言ってますね。シャンスーって言ってましたね。もうそんなこと言われてるとわからない。この犬はだからあそこにいる犬のその聖剣だそうですね。アダルトって言ってました。こっちがアダルト道具って言ってましたね。でもこれこの黒い犬とこの茶色の犬は、This from 唐山。唐山。Yeah yeah. South China, we have this dog. Oh, okay. Yeah, yeah, okay. Thank you very much. The breed name is what is this breed name? Tang Dog. Tang Dog. This is Tang Dog. Town Dog. Hey, yes. Oh, okay. A Town Dog. 何タウンドグってなんか町の犬って言ってんのかな。まあ一応記録を残していきます。タウンドグって言ってましたけどちょっとなんかよくわかんない。だからさっきのがハウンドドグって言ってその猟犬だって言ってたから、これはそのタウンドグって言って町の犬だって言ってんのかな。但是现在不是哦，现在他们进入家庭以后，真的是我们的家庭成员，他们生命比一对生命还要高。あれこれ何でしょう。这个是社会大，而且这个其实呢是心里面的。ちゃうちゃうかなこれ。なんか作ってある。ああ。うわこれなんだろう、ピレニーズかな。これピレニーズでしょうかね。チベタンマスティフか、なんて書いてあるのかな。なんて書いてあるんですか。チベタンマスティフって書いてありますね。チベタンマスティフって書いてありました。あれなんだこの犬。うわなんだこの犬。うわでかいけどなんかわかんない。なんだこの犬。 Excuse me, what kind of breed is this? 不能摸。 Ah, you can't speak English. Alaska Malamute something?Pumper. Chinese dog? Yes. Oh, really? Okay. Oh, I've never seen before. Thank you very much. Pumba. とか何か言ってましたね。Oh.なんか焼き鳥みたいなありますよ。羊の肉って書いてありますね。羊の肉の串って書いてありますね。これはさすがに日本人だったら読めますよね。それくらいは羊の肉の串は。その前はちょっと分からないんですけど。わお。うまそうですね。ああ、ノーサンキュー。ああ、ちょっとなんかここでずっと遊んでるとちょっとジャッジが見れないかもしれないですね。ちょっと行かなきゃいけないのに。うわすげえなこれ。なんか見てくださいこれ、ほら。なんかすごい、なんかこれかけられてます。あれなんかやってる。うわすげえでかい。これはでかい。うわさ、あのタコは、このタコはすごいですね、ほら。
今朝すごい食べてきたんですよね、僕はお腹空かないようにホテルで、ホテルの朝のあの何ですか、なんていうんですか、あれモーニングビュッフェ、朝の朝食のビュッフェをすごいたくさん食べ、あ、なんか水に飛び込んでるんだ。ガピン主人过来了啊，等ガピン带下去吹一下毛吧。不要下了，不要下了，孩子，不要下了，孩子没下水呢。我们下午继续好吗？あれワーキングのボーダーですかね。下再来跳水和水中巡回，下午两个下午让你在水里待个够好不好？我们先去把毛吹一下，毛吹一下，不然身上太湿了，还容易着凉。好的，下面拉布拉多来了。これはあのライプラド来了。ライプツィヒのワールド読書でもやってましたね。あの だからこれ中国の、まあ、いつもワールド読書で必ずやってるわけではないんですが、あ、なんか嫌がってる、あ、なんか嫌がってるな。これなんかボールを投げてそれをなんか取りに行くみたいなことをやってましたけどね。何も投げないのか、ボールというかその何かおもちゃとかそういったものを投げてそれを取りに行くというようなことをやってたと思うんですが、そのライプツィヒではですよ。だからなんかすごいなんかよ、この人がすげえ何か呼んでます、飼い主なんですかね。あ、こっちにタッチしなきゃいけないのかな。ちょっとあのもう行かなきゃいけないので、というかあれ行き止まりだ、こっち。あ、もういないですね。あの、なんかあの人ばっかり何回もさせる。まあまあもういいですね。もっとその水が好きなそのレッドリバーとかニューファンとかがやった方がなんかすごい喜んで飛び込むんじゃないかなと思いますけどね。これあのジャッジを見ない人たち、あ、いやまあどうなんですか、みんな行くんですかね。ジャッジを見ないでここだけでなんか帰るのはすごいもったいないし、ちょっとつまんないんじゃないかなと思いますけどね。みんな知ってるのかな、その地下でジャッジをやっていることを知ってるんでしょうかね、ここに来られてる人たちは。これサモエドかな。まあこういうのはもう無数にありますね、たくさんありますね。こういうそのなんていうかもう様々なペットグッズです。まあ犬のグッズなんですけどね。あ、これ猫ちゃんだ。
さてちょっと何ですか、ジャッジに行きましょうかね。フレッシュブリース、なんか口臭予防とかそういうやつなんですかね。犬の口は臭くなるときありますからね。ずっとあの犬が今もまだ何回も飛び込まされてるんですかね。なんかあんまり何度もやらされると風邪ひきますよね。さて、ちょっとね、これからジャッジの方に向かいます。何が書いてあるのか分かんないですね。会場はこんな感じですね。それでは一旦止めますね。